い、どうもこんばんは、Kです。今日はね、男性の方におすすめ栄養のある食材とスタミナのつく食材を使って精力アップ料理作っていきましょう。ちょっと恥ずかしいから女性の方は見ないでね。最初はこういう料理作るつもりなかったんですけど、やっぱり僕も男じゃないですか。なんでついつい手が出てしまったんですよね。はい、ということで早速作っていきましょう。レッツクッキン。はい、ということで今日の食材がこちら。サバの切り身、ブロッコリー、アスパラガス、ミックスナッツってことでね、こちらを使ってサバのミックスナッツフライをね、作っていこうと思います。じゃあまずサバの切り身からやっていきましょうか。サバはね、良質なタンパク質が取れるのと DHA、EPA っていうね、不飽和脂肪酸っていうものが含まれているんでね、この不飽和脂肪酸っていうのが血中コレステロールを下げてくれたりとか、そういう役目があるんでね、血液の循環を良くしてくれるってことは、はい、まあその他にもね、認知症の予防とかにもいいって言われてますよね。じゃあこちらの切り身、まだね、背骨と腹骨、ヒレなんかもね、ついてますんで、先にこちらを取り除いていきます。フライにした時にこういうヒレがね、あるとちょっと食べづらいんでね。外しちゃって、もうそのまま腹骨もすいていきましょう。でこんな感じ。あとこのど真ん中のとこにね、中骨、血合い骨が入ってるんですけど、これはね、後でピンセットで抜きます。とりあえずこの状態に全部していきます。はい、じゃあこんな感じで余分なヒレとね、背骨が取れましたので、あとはこのど真ん中にある血合い骨、中骨をね、まあ食べながら取り除けばいいやっていう人はね、取らなくてもいいですけどね。僕はちょっと気になるんでね、こういうもん使ってね、抜いていきます。指でなぞりながらやると骨の位置がわかるんで、骨を確認しながらね。こういう結構強い骨が入ってるんですよね。もしこの骨ちまちま抜くのめんどくせーって思ったらね、食べる部分少なくなっちゃうけどね、この真ん中の骨の部分だけ避けて包丁で切っちゃっても大丈夫。こんな感じである程度余分なとこ取れましたら、サバの準備はこれで OK です。はい、じゃあ一度まな板洗い終わりまして、続いてこちらのブロッコリー。ブロッコリーも栄養価高くてね、特にビタミン C が豊富に含まれているので、ビタミンとして使いましょう。ブロッコリーはね、こういう細かいところに汚れが溜まってるかもしれないので、まあ本当は容器に水を張って、逆さにして2、30分つけとくと汚れが落ちやすいんですけど、まあ今回はこの隙間を丁寧に洗うことにします。はい、じゃあ洗い終わりましたら、じゃああとは細かく分けていきましょう。こういう芯の部分もね、薄くスライスすれば炒め物とかに使えるんでね、こちら取っておきます。そしたらこちらのブロッコリーはこういったレンジで使える容器用意してもらって、こちらに入れておきます。ブロッコリーに含まれているビタミン C はね、水溶性なんで、茹でたりすると水に溶け出しちゃうんでね、後で少しだけ水入れてラップをしてレンジで蒸し野菜みたいにしていきます。そしたら続きまして、こちらのアスパラ。こちらのアスパラにはね、アスパラギン酸っていうのが含まれてて、アスパラギン酸っていうのはね、アミノ酸の一種でね、体内の有害なアンモニアとかを除去してくれたり、あとはね、カリウムとかマグネシウムなどのね、疲労物質の乳酸を取り除いてくれる効果を助けてくれる、そんな役割があるみたいです。乳酸って聞いたことある人も多いと思うんですけど、筋肉使ったりとかすると、その乳酸が溜まって疲労回復が遅れたりとかね、
その乳酸を除去したり取り除いてあげると疲労回復が早くなるってこと。疲労回復できるってことはアスパラ銀だけじゃなくいろんなものが銀。じゃあアスパラも食べやすいサイズに切っていきます。じゃあこんな感じ。じゃあこれもブロッコリーと一緒に入れておきましょう。こんな感じ。はい、じゃあ続きましてこちらのミックスナッツ。ナッツ類もすごい体に良くてね、タンパク質が豊富に含まれていて、さらに先ほども説明した不飽和脂肪酸も含まれているし、あとは食物繊維とかカリウムとかもね含まれてますんでね。じゃあこちらは今回衣として使っていくんで、袋を開けずに粉々にしていきましょう。結構硬いからね、物使った方がいいかな。まあフードプロセッサーとかでやっちゃえば早いけどね。はい、じゃあ次は先ほど処理したサバに片栗粉をまぶして、じゃあさっきこのトレー使ったからこれ使おう。こちらに卵、卵を溶いてサバを卵につけていこう。じゃあ先ほど砕いたミックスナッツ開封。じゃあこのミックスナッツのなるべく細かいとこをねつけていこう。おー、ナッツのいい香りだ。ちょっと粗めに砕いてあるからね、食感も楽しいだろうね。これをしっかりつけていこう。はい、じゃあこんな感じ。じゃあ次はソースを作っていこう。今回はね、梅肉ソースってことで、こちら、梅干し。じゃあ梅干しを適量取り出して、じゃあこちらね、種の周りの実を外して、そしたらこの実を細かく刻んでいこう。はい、じゃあこんな感じ。梅干しにはねクエン酸が含まれているので、先ほどもちょっと出てきた筋肉疲労の時にたまる乳酸流して除去してくれる役割はあります。疲労回復に抜群。じゃあこちらの細かく刻んだ梅干しに醤油、みりんと、あと白だしをね合わせていきます。醤油とみりん、だし、そしたらこちらを混ぜ合わせる。こんな感じで完成。はい、じゃあ次はさっきの準備したブロッコリーとアスパラ、大さじ1ぐらいの水を入れて、そしたらこちらにねラップをかけて、ラップをかけたらレンジへゴー。フライパンセット、ファイヤー。火加減は弱火から中火ぐらいね。じゃあ今回こちらのエクストラバージンオイル使っていきましょう。まあ普通の油でもいいけどね。今回は薄めに引いて揚げ焼きみたいな感じにしていきましょう。はい、じゃあ温まったみたいですので、先ほどのナッツを振りかけたこちらのサバの切り身を入れていきましょうか。あー、いい色だ。はい、ではカラッと揚がったみたいなので、こちらを取り出していきましょう。
じゃあね、こちらで完成したので盛り付けて食べていきましょう。はい、ということで完成しました。いただきます。いやー、ナッツの香り香ばしくていいね。うまそう。じゃあまずは下味つけてないけど、このナッツの香ばしさとね、サバ本来の味そのままで食べてみます。いただきます。あ、うまっ。ナッツがサクサクでうまい。うん、下味なくてもサバの旨味とナッツの香りだけで十分だね。で、サバを食べながら一緒にブロッコリーもね、いただきます。うん、うまいな。じゃあ次はこちらの先ほど作った梅肉ソース、みりんも入れてるからね、そんなに酸っぱくないんでね、これをたっぷりつけていただきます。あー、これ反則だ。うん、うめえ。あ、やばい、体だけじゃなくいろいろ元気に。ホッスルホッスル。サバの身の油もね、梅肉ソースをつけることによってすっごいさっぱり食べれる。これうまいわ。はい、ということでごちそうさまでした。今回はね、精力アップってことで男性に向けて栄養満点の料理作ってみたんですけど、いやもう普通に美味しいし、美味しいだけじゃなくて疲労回復にもいい食材使ってるので、栄養バランス的にもね、いいと思います。なので疲れた時とかね、元気のない時はぜひ作ってみてください。ということでご視聴ありがとうございました。今回のサバの夏フライ、元気欲しいな、作ってみようかなって思った方は高評価とチャンネル登録、あとコメントもよろしくお願いします。それでは良い一日を。バイバイ。